駅舎ホーム、厚生駅は、滋賀県湖、南一平松にある、西日本旅客鉄道草津線の駅である。2016年現在、草津線の駅では最も新しい駅である。琵琶湖国体に際して設置された。草津方面に向かって、左側に、単式ホーム一面一線を持つ、地上駅。防線構造のため、げ方面駅と草津方面駅の双方が、 同一ホームに発着する。京場駅舎を有しており、改札口は一箇所のみで、簡易式の自動改札機が設置されている。駅前には、ロータリーと駐輪所がある。草津駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅で、窓口が設置されているが、早朝と深夜は、無人となる。移行か利用可の駅。 滋賀県統計省によると、1日平均の乗車人員は、以下の通りである。駅前に、1985年に閉園した、遊園地港がファミリーランドから、湖南市合併前の高成長が引き取った D51、形状機器官舎が1987年から、置かれていた。しかし駅北口の周辺整備のため、2008年8月に、 愛知県の工作機械メーカー山崎マザックに、譲渡された。平成4年滋賀県統計書、平成5年、滋賀県統計書、平成6年滋賀県統計書、平成7年滋賀県統計書、平成8年、滋賀県統計書、平成9年滋賀県統計書、平成10年滋賀県統計書、平成11年、滋賀県統計書、平成12年滋賀県統計書、 平成13年滋賀県統計書平成14年滋賀県統計書平成15年滋賀県統計書平成16年滋賀県統計書平成17年滋賀県統計書平成18年滋賀県統計書平成19年滋賀県統計書平成20年滋賀県統計書平成21年滋賀県統計書平成22年滋賀県統計書 平成23年滋賀県統計書平成24年滋賀県統計書平成25年滋賀県統計書平成26年滋賀県統計書平成27年滋賀県統計書平成28年滋賀県統計書平成29年滋賀県統計書平成30年滋賀県統計書令和元年滋賀県統計書湖南市高生駅前の D51 岐阜県に 引っ越し、産経新聞、2008年7月30日。さよなら D51 厚生駅前の SL を撤去。街の話題、湖南市2008年9月。ありがとうございます。